からね。もうすぐの辛抱ですよ。よろしくお願いいたします、ね、ありがとうございます。あの子供の頃って、うん、結構あの変な遊びしてなかったですか？変な遊び皆さんも経験あるでしょうに、ね、うん、よくやったのがさ、はい、あの横断歩道の白線だけ飛ぶとかやりませんでした、うん、あの落ちたら海でサメがいるなんてよくやったもんですよ、ね、やめろ押すなよ、やめろ押すなよ、うわーやべ、子供の子が溺れてしまう。そこまで演技やってない。そんな演技力は子供の時持ってなかったよ。やってなかった。そんな溺れるシーンまでやった。いや右手持ってかれたとかやってねえよ。いやでもそういう遊びやったじゃないですか。やってたやってた。僕ら世代なのがドラゴンボールごっこよ。出、ね、でもねえのにカメハメハを出したもんなのよ、はいはいはい、みんな。カメハメハみんなやんの。スープはブショアーブルーワー。リアルなんだよ、なんかお前。なんでセルの真似までやったんだよ。クリリン役、クリリンのモノマネとかも。それは何、それは、それは何、マジンブーね。え、そんな何役もやったアルフォートになっちゃえ。チョコだろ、チョコ。なんでアルフォートになっちゃえってちょっとリッチになってんだよ。そこまでなんか1人3役とかやってなかったよ。俺5役までやったそこまでやってた、まあ、そういうの。あと一番やったのは、はい、男女問わずあの、うん、ポイシケってさ、あ家までこう持っていくやつとか、はいはいはい、あれ面白かった。うわ何この石めっちゃいいんだけど、家まで、ね、家まで蹴って買って、うわぁ俺なんだ俺の家っつうんだけど、なかなかなかいける、なかなかいける、このままだと沼に入ってしまう。やめろって。危ねえし、すげえ演技力じゃねえかよ。やべえな。そこまでやってなかったろ、ほんとに。だから持っていかれたとかいらねえんだよ。いやまあね、そういうのもいろんな遊びありましたからね。あの頃楽しかったよね、皆さんもね。だから今日はあの、土地に帰ってね、はいはいはい、もう子供の遊びやりたいなと思って。子供の遊び、そうそうそう、じゃあ言ってしまえばもう同時ティーよ。意味わかんないですよ、伊藤さん。同時 T はほら見ろ、こんだけ伝わってんのもんね。そうか、同時 T 分かる人いるだろ。同時 D 言わないから。同時 G ってなんだよ、ガキ用だからな。童心に帰るってことでしょ。そう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 、いいじゃないですか、別に、ね、やっぱりね、大人になってくとさ、なんかすさんできたなって思うじゃないですか、うん、子供の頃は純粋でね、どっからすさんできたのか。じゃ今日は二十歳超えて税金払うわだり、そうそうだ、あ生きてるだけでこんな金かかるんだと思って、今日は子供でやれ2000万貯めろだ、え年金もらえねえの、ふざけんじゃねえよ。どこまで言うの。気持ちは分かった、子役をやんでしょ。やる、今日は本当にじゃあ本当幼くていいんだな。幼くていいよ、子役ね。そう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 、で伊藤ちゃんも子役、俺も子供、二人でこう公園に行って遊ぶやつね、はいはい、あ分かりました、はい、母ちゃん今から伊藤ちゃんと一緒に遊びに行ってくる、うん、公園行ってくるからさ、うん、夕飯まで帰ってくる、うん、行ってきまーすとか出かけるわけでございます。母ちゃんあのね今からね、そんなことない、ガルーズもやるな、喋れてないですから、喋れてないですから、喋れてないですから、テンション上がってたら、まあ、伊藤ちゃんそんな感じだったわね。そう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 、二人、はい、集合しました。伊藤ちゃん来たよ。お伊藤ちゃんどこ、おいしゃい、どこにいんの、石垣って、伊藤ちゃんどこ、こっちだこっち向けって、出た伊藤ちゃん、石垣すぐ隠れんだ、ああ伊藤ちゃんどこにいたの、今家、どういうことぞ。なんで今度逃げに、石垣聞こえか、直接脳に、直接脳に聞こえかって、テレパシーで、ああいいよ、いる程度いいよ、ほんとに、そんなやばい子供だね、ほんとに、おい石垣遊んで、伊藤ちゃん遊んで、今日楽しみだな、ああ楽しみだな、何の遊びする、何すっかな、何急、何、じゃあシンカリオンごっこは、シンカリオン、シンカリオン、テレビやってるやつ、新幹線がロボットになるやつ、え、どうやって遊ぶ場合、あ、そう、新幹線だからまずこうね、ガタンゴドン、ガタンゴドン、ウィンカシン、ウィンカシン、ガシャガシャガシャ、ギュルーパン、ギュルーギュルーパン、難しいな、ギュルーキャン、ブリーキーポー、変形すんだ、ブリーキーパービーグルーブルーパン、シープ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 あっち向いてほいと違うよ、これはやべえかんな、どういうやつ、あっち向いてほいはじゃんけんしてあっち向いてほいってやるけど、うん、スーパーあっち向いてほいはじゃんけんしねえ、どういうこと、えどういうルール、こうやって普通に生活してて、うん、急に始まっから、そうなんだ、そう難しい、こうやって普通にあの話しててな、あなんかふとした時にどっちかの人あっこれだ、うわぁ難しい難しい、勝ったぞ俺、こういうこと、そう急に始まっから、だって普通に喋ってた時に、普通に喋ってた、あっこれだ、難しいって、難しくねえって、あっち見て、おいまだ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 、違う、まだだ、なんで
難しい。あ、来た。あっち見てほい、あっち見てほい。リノちゃん、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 バリア聞いてなかった。バリアだぞ。バリアあるって言ってよ、最初から。これずるいじゃん、これ。石垣はまだバリア使えないから、俺だけ使うんだ。まあ、使うの。いつもだよ、バリア。なし、石垣、ごめん。いつも使えないんだよ、俺だけ。石垣、強い子だろ。そうだな。土手で誓ったべ。土手で誓ったな。強い子だ。ちょっと俺もできるやつ。え、俺がすごい目立つやつがいい。じゃあ、丸々ごっこすっか。まあ、いろんなごっこあってるけど、今日何？石垣な。石垣は重要なポジション。あ、本当？重要な役が当たるから。重要な役？そう、うん、石垣伝説。わ、絶対面白い。ああ、ファンタジーだ。いくぞ。やるやる。やっとこの魔王の城まで来たか。よし、やったな。戦士ハッサン、そして魔法使いエレン、みんなのおかげでここまで来れた。俺はこの扉の向こうに何やるの。魔王がいる。あ、俺、あ、魔王、魔王役か。この扉開けるぞ。いや、バーン出たぞ。これ、よくぞここまで来たな、勇者。あれ、魔王がいない。魔王じゃないの。魔王じゃないの。何役？どういう教えて、教えてって。魔王じゃないの。どうしたの、ハッサン。なんだ。ブレブレブレ、私が魔王だ。クソ、偽物のハッサンだったのか。超面白そうじゃん。ブレ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 、うわー、エレン、やられた。クソ、エレンがやられてしまった。俺は、俺一人が戦えるわけがないだろ。どうすんの。どうすればいいんだ。あの新兵器さえ完成していれば。分かった、だから練習させたんだな。ギャンガラムドンガラムドン、ウィーッサク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 ウィーッてやってたもんね。ウィーッサしっかりオン。ピカーン。なんだなんだ、は、仲間の意志が光ってる。しっかりオンは、しっかりオン。なんだこの力は。しっかりオン。それなら魔王を倒せるかもしれない。しっかりオンも食らえ、魔王。どこに捕まってるんだ。捕まってる人、あ、早く逃げてください。これも違うの。逃げて。捕まってる人でもないの。あ、ガタ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 、うわ、城が崩れそうだ。そう、早く逃げないと。あー、大きい岩。バーン。え、ハッサン、ハッサン生きてない。超いいじゃん、ハッサン。すげえ羨ましい。一発だったな。それやりたい、その役。ハッサン、二人でこの岩をどけよう。ずるいじゃん。やっと逃げてきた。ガラ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 。よし、これで村の平和は保たれた。はあ、はあ、よかった。はあ、やっと帰ってきました、村長。村長村長、何これ、聞いてないよ。これで石垣村の平和は保たれますよ。石垣村の石垣村長、ズリーじゃん。あ、ちょっと、うわー、うわー、ケーパン、ボワン、うわー。ちょっと、あの、子供の方が理不尽すぎますね。まあ、確かにね。大人よりも。やっぱ子供正直だから。え、こんなに仲間外れってされるっけ、遊びで。されるよね。わかりました。ちょっと大人でよかったわ。まあまあ、確かに。子供はちょっとね、怖いです。平気で傷つけるから。我々立派な大人ですからね。ちょっと大人として頑張っていきましょう。しっかりした大人になって、こういう社会をなくしていく。あ、素晴らしいです。大人ですからね。漫才はこれで終わり。はい。石垣、あっちまで競争すっぺ。まだ子供なんだよ。おめでとうございました。